北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。今回もよろしくお願いします。こんにちは、佐藤美久です。皆さんお元気ですか？この北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと私、女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレやサブカルについてリアルに、そしてドライにお話ししていく番組です。それではまず私たちの自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、皆さん改めまして北野しおりです。千葉県出身で、現在大学で服飾の勉強をしながら、あのセリナというコスプレネーム、はい、ゲンジナみたいなものなんですけど、はい、そういう名前でコスプレイヤーとして活動しています。私のコスプレの活動の様子はツイッターに載っているので、よければアットマーク SHIORIN523 で検索していただけるといっぱい出てくるので、よかったら見てみてください。はい、皆さん佐藤美久です。はい、普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組出演中です。そしてネット放送でピンクのウィッグに青の丸メガネ、カタカナ佐藤美久に扮してゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどをチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を進めてまいりますので、はい、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず1つ目のコーナーは、乙女ロードナウのコーナーです。イエーイ。このコーナーは私、はい、佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて勝手に潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見でリポートしていくというコーナーです。ちなみにそもそもこの乙女ロードとは、東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなど、サブカルグッズなどを販売しているアニメがいっぱい立ちな、お店がいっぱい立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。はい、そんな乙女ロードの今月のリポートを、いつものごとく私の独断と偏見、はい、事情で始めさせていただきたいと思います。なんかもう私、池袋に来るために、乙女ロードはミクちゃんのテリトリーだなと思って、はい、テリトリーだ、はい、すごいふんわりなんか外から眺めてますね。ありがとうございます。私ちょっと立ち入るんですけど、やっぱミクちゃんのテリトリーだなっていう、なんと嬉しいです、はい、ありがとうございます。ではまずですね、はい、私が今回リポートのために乙女ロードを訪れた日にですね、たまたま、はい、アコスタ池袋サンシャインシティのイベントがですね、はい、開催されておりまして、はい、たくさんの本当に、ね、日曜日だったんですけども、たくさんのレイヤーさんがですね、はい、乙女ロードに集結と申しますか、来てらっしゃることもあってですね、はい、もう各店舗というより乙女ロード界隈そのものがかなり賑わってました、はい、まあそうですね。そういうの、そう、乙女ロードのジャンルが好きな人たちがコスプレしてることも結構多いから、そう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 、店内にもコスプレしたまま入れるみたいで、看板がね下げてあるんですよ、入店 OK みたいな、あ、そう、コスプレ OK っていう、はい、なのですごい賑わってました。なるほど、はい、まあ、ただそんな乙女ロードで、なんと私がリサーチの対象にしている某、はい、店舗群があるんですけれども、まあ、3月中旬頃に移転&リニューアルをしていまして、はい、なるほど、おのおの店舗で、はい、品揃え扱ってらっしゃるものの、などがですね、ガラッと変わっておりました。へー。でまずはですね、スポーツ系アニメグッズがあった店舗と、はい、進撃の巨人や黒羊などを扱っていた店舗が、うん、そっくり入れ替わっておりまして、はい、でスポーツ系アニメグッズがあった2階建ての店舗は、はい、新たに1階が刀剣乱舞や、はい、白鸚記などの歴史関連アニメグッズのフロアに変わってまして、はい、で2階にはもともとあったバナナフィッシュだったり、はい、おそ松さんのグッズ、そして入れ替わった、進撃の巨人や黒羊などのグッズというラインナップになっていました。へー、はい、で個人的には移転リニューアルしたことにより、はい、以前より私のこうお気に入りのね、グッズの品揃えがさらに増えていて、はい、そうなんだ、はい、なのでジャンル分けもかなり分かりやすくなったのかなというふうに感じました。へー、ちょっと探しやすくなった感じですか。そうなので、こう歴史関連結構ね、ほら、はい、好きな人、あ、最近ね、多いですね。なのですぐ見つけられる自分の推しのキャラクターが、歴史関連っていうくくりで集められてるんですね。なんか乙女ゲームとかじゃなくって、そうなん
なんですよ。なのですごく探しやすいかと思います。はい、まあ、ただこういったまあ移転であったりリニューアル中っていうのは、はい、あのお店がお休みのケースもありますので、皆さん訪れる際はですね、必ずお店のホームページや、公式ツイッターなどご確認されてから乙女ロードに行っていただければなと思います。そうなんだ、お休みすることとかあるんですね。そう、移転するので結構2日3日ぐらいは多分お休みになっちゃうので、あのグッズ売ろうと思って大荷物で来たのに空いてなかったって結構切ないですもんね。そうなんですよ。なるほど、なのでそうそうそう、ぜひあの確認をねしていただいて、チェックするのが大事と。そう、私も以前あの行った時にあの確認もせずに行ってしまって、はい、あのやってなかったと、あその移転中の時もあったりとかもしたので。へえ、はいはい、そうなんですよ。肩透かし食らっちゃいますね。そう、全部があのお休みってわけじゃないんですけども、はい、あのもしかしたらこう行きたいところがなかったりとか、目当てがね、はい、お目当てがなかったりするかもしれませんので、ぜひご確認した上でぜひぜひ行っていただければなと思います。はい、トリトリーに。しゅりちゃん何かありますか、これ聞いてて。なんか、いやなんか私結構昔、うん、2,3 年前ぐらいに、私も乙女ロードの、うん、そう中古販売店とかで結構グッズとか漁ってたことあったなってふんわり思い出してます。でこのそうアコスタのね、はい、サンシャインシティあったんですけれども、はい、結構ね袴系の、はいアニメキャラのコスプレの方結構いましたね。そうなんだ、今やっぱ和装系、まあ、刀剣乱舞結構流行ってるし、そうそう、まさに刀剣乱舞とか、まあ、なんだろう、3月っていうのもあって、はい、まあ、卒業シーズンだからなのかなっていうのもありました。はい、そういうことか、うん、なのかなっていう私は勝手な思いですよでも確かに刀剣乱舞のコスプレ結構流行ってるっていうか、あの、はい、女性でもチャレンジしやすい男装、うん、そうなんですね、って感じだから、そうなんだ、まあ、グッズもやっぱ、はい、みんな買うし、はい、コスプレする人も多いかな、うん、そう。なのでそのね、多分自分の好きなキャラを、はい、要は探してるわけですよ、はい、お店の中で。わかる、それで可愛いですね。なんかその愛がコスプレの格好しながらそのキャラクターのグッズ探してる、そうすぐわかるみたいな、あの人あれ探してるんだなみたいな、それがなんか結構愛に溢れてるなっていうのが確かにあの見ていて、全身で愛表してますね、キャラ愛を。はい、なるほど。しゅりちゃんそういうの、 あの言ったことありますか？あ、ありますよ、ありますよ。本当ですか？うん、全然探してます。コスプレの格好をして、そう、コスプレさんも探してました。あ、そうなんだ、はい、すごい。ただなんか探すのに必死すぎて、あのコスプレの衣装とか重いので、だんだん体力消耗してきちゃうんですよね。あ、そうなんだ、はい、あのそう、あの見ていて本当にあの微笑ましいというか、微笑ましい、確かに愛に溢れているなというふうにとても感じられましたはい、はい、以上乙女ロードナウのコーナーでした。しおりのレイヤーあるあるのコーナー、イエイイエイ、これ待ってました、やっほい改めまして、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております、はい、さて続いてのコーナーはしおりのレイヤーあるあるです、はい、このコーナーは現在人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんとの、独断と偏見でコスプレイヤー、うん、いわゆるレイヤーさんならではのあるあるを紹介していくコーナーです、はい、最近ずっとレイヤーさんのイベントに参加する日のあるあるについてね、お話しさせていただきましたけれども、はい、何回かにわたり、はい、イベント当日の朝から始まって移動中、はい、会場最寄り駅到着、はい、そして会場到着、更衣室でまでと、はい、まあ、ではね、あのいろいろ今回はレイヤーさんのイベントに参加する日イベント本番編、本番編、そうですね、はい、ようやく始まったなって感じです、についてね、お話ししていただきたいなというふうに思います、はい、ではあの全体どう、あの数えると6番目、まあ、いよいよコスプレイベント本番ということで、はい、ついに本番突入しちゃいましたね、はい、こう要は、着きました、はい、で着替えました、着替えました、であの開始時間ってあるじゃないですか、はい、そのなんか開始する、はいはい、これから始まりますってい う、 こう合図する、はいはい、なんかこうスタッフさん的な朝礼みたいな全然ないです、全然ない、もう着替え終わった順にバラバラって出てってって、うん、まあなんか撮影の準備できた人とかから、うんうんうん、まあ、ノロノロっと始まる感じ、うん、あんまなんかそのビシッとしてないかも、時間はそこまでこう、まあ、うん、イベントが始まった時間から、うんうん、イベント開始からもう自由だから、うんうん、まあ、着替え早い
構終わった人は早く出ればいいし。しゅんちゃんはどうですか？あ、私ねめちゃくちゃ遅いですね。めちゃくちゃ遅い。なんか別に誰にも、うん、あのせかされてないしって思って、あの自分のペースで出ちゃいますね。ゆっくりゆっくりと。はい。だしなんか焦ってちょっとお化粧とか失敗したら嫌じゃないですか。うん、ああそうだね。はい、なんか私はのんびりタイプ。あでもすごいなんか急いで出る人もいますよ。うん、そうなんだ。うん、全然いる全然いる。それはなんでこう急ぐ。あなんか例えばイベント撮影イベントとかで、うん、いいロケーションいい位置を最初に撮りたいとかそういう願望がある人は、あの場所広く撮りたいとか。場所取りの概念、ね、前に言ってた光の、そう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 、ね、加減とか漏れるとかいろいろそういうことか、そう諸事情があるので、それで急ぐ人がいますね。いますね。あ、まあ、イベントによっちゃうんですけど、まあ、それで少なからず急ぐ人はいらっしゃる。私は急がない。でも中には突貫工事ね、はい、してる人もいるわけで、はい、結構こうなんだろう、結構終わりギリギリまで出てこないって人はいるの、はい、あ、いるいるの、まあ、でもそれはなんかもうイレギュラーっていうか。そうなんだ、はい、それはちょっと意外だったな、はい、だし、まあそう、外出るとカメラマンさんもいっぱいうろうろしてるし、うん、あ、そうだよね、待ってんだもんね、カメラマンさんね。そう、カメラマンさんは着替えとかないから、うんうんうん、まあなんか大体レイヤーさんが着替え終わるぐらいの時間とか、まあ 気合入ってる人はイベント開始からいるかもしれないけど、まあなんか撮影させてくれそうなレイヤーさん探してますよ。それはもう常にやっぱカメラマンさん常に探してるって感じ。あ、そうそう、なんか撮影する時って、まあ、知り合いだったら、え、何々さん、知り合いのカメラマンさんだったら撮ってくださいよってできるけど、大体はカメラマンさん側から、うんうん、あなたを被写体にこう撮影させてもらえませんかって申し出する流れで撮影が行われていくので、カメラマンさんがに声かけられて撮影始まるって感じ。あ、そうなんだ。しゅりちゃんこう着替えてこう出ていくわけじゃない、はい、で結構こうすぐカメラマンさんって来るのとか、はい、あ、まあ誰かしらは来ますよ。すごいわ。見てみたい。いやいやいや、でもなんかこうカメラマンさんの目につくのがやっぱ大事で、うんうんうん、それってなんか集まるイコール人気っていうよりもこう作品の知名度、はいはい、衣装のクオリティとか、はいはいはい、まあなんか総合的なビジュアルとか、そう決して別に美人優先とかじゃなくって、はい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 、まあなんか一言ね言うとクオリティで一言まとまっちゃう。どれだけアニメ二次元のものを、そうそう、模倣できてるか、うん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 、そのクオリティが問われるかなって感じ。でも確かにこうコミケの時期になってくる、はい、ツイッターとかで、はいはい、この人すごい衣装だったわっていうのでこうバズったりとかね、そうそう、すごい回ってきたりする。そういうことだね。そうそうそう、そういうやっぱ、うんうんうん、衣装めちゃくちゃ力入れてる人とかもいるし、まあどこに各々がこう力入れてるかって人によると思うんですけど、まあなんかカメラマンさんに目につきやすいのはやっぱ総合的なクオリティの、うん、高さと、まあ、作品が今めちゃくちゃ流行ってるかどうかとかですね。やっぱアニメの流行りによって、はい、コスプレもやっぱりその流行りに乗ってくっていう感じ。全然乗ってく、全然乗ってく。数年、うん、冬コミの時に、うんうんうん、いや夏コミはあのコスプレいっぱいいたけど、うん、冬は全然いないねとかある。へー、そうアニメの流行りスタリとは言わないかもしれないけど、うんうんうん、まあ一番盛り上がってる旬の作品が結構いっぱいコスプレイヤーさんやる方が多いと思うんですね。私も会場を見ればだいたい、あ、今この作品流行ってるんだなって、うんうんうん、結構顕著に現れますよ。そうなんだ、はい、へー、そうそうそう、はい、で、はい、まあ、もちろんあの参加のねスタイルは人それぞれで、はい、人それぞれ、はい、なんですよね。そうですね、なんだろう、そこら辺歩いてるって言い方したら失礼なんですけど、うん、まあカメラマンさんにお声掛けしてもらって、うんうん、いっぱい撮影してもらいたいって人もいるし、まあ友達作りじゃないけど、交流したい、レイヤーさん同士で交流したいって目的で来る人もいる。だから全然撮影もそんなしない、撮影たまに声かけられたら応じるけど、うんうん、まあ知り合い程度とか、あ、そうそうそう、知り合いのレイヤーさん探して声かける目的で来る人もいる、うん、インターネットの交流を通じて実際イベントでもそうお声かけして話したいなとか、あ、そうなん
そうだ。結構なんか私のイメージはこう取られるのが、はいはい、もうシュッてもう絶対っていうのがなんかイメージがあって、はい、たんだけど結構こう友達作りっていうのもあるん、ね、はい、あ、まあイベントの趣向、うん、どういう目的のイベントかにもよるんですけど、あ、まあ、なるほどね、取られる目的の人はやっぱ割合で言えば多いけど、そんなになんか8割9割とかじゃない、全然6割ぐらい。へー、あ、そうなんだ。まあイベントによっちゃうんですけどね、結構交流イベントとかもあるから、けど、うん、まあ撮られるっていうのはまあ大前提では、あ、そうかそうか、だから自撮りすごいするし、あ、そうだね、そういうの言ってたね、コスプレしないよっていうのをこう、うんうんうん、画像で残したいからやっぱり、うんうんうん、画像以外で残るものないじゃないですか、うん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 、だから撮影そんなしなくても自撮りは大体みんなする。あ、そうか、うん、そうだね、言ってたもんね、そうそうそう、自撮りはもう絶対っていうかね、自撮り絶対だね、うんうんうん、自撮り、そう、まあ、その中でこう、あ、アニメのキャラクターの中でって、はい、あの結構こう例えば魔法人じゃないけど、はい、そういう体にその、はいはい、なんかペイントじゃないけど、うん、こう文字とか色が入ってるっていうのは、はい、こうなんかダメだったりするのかな。あ、いや、全然軽くだったらいい、手に魔法人書いてあるとか、うん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 、ちょっとそのキャラタトゥーがあるとか、キャラクターとしてタトゥーがあるのはいいんだけど、例えば、うん、動物顔をペインティングするのはイベントによっては、うん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 、結構あの禁止のところもある。あ、全然イベントによっちゃうんですけど、うん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 、あんまりないかも。そういうところもあるってことね。体はね全然割と大丈夫かな。そうなんだ、うん、なるほど、そうなんですよ。で最近は結構あの例えばハロウィンとかね、はいはい、で結構さこうドン・キホーテさんとかで、はい、結構こういろいろな服だったりあるじゃない、はいはい、それを着て参加するっていうのはどうなの。別にルール違反ではないんだけど、うんうん、やっぱりうん相対的にそういう仮装で来る人は うん、そんなにいないかも、少ないかも。そっか、まあ、何かしらのコスプレアニメに関連するものってこと、ね、とかのコスプレっていう括りでの参加が多いから、そのハロウィンみたいな可愛いナース服着た私みたいなのはあんまりいない、うん、逆にちょっと浮いちゃうかもしれない、コスプレイベントだと。なんだろうあれってなっちゃうってことだよね。そう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 、あの何のコスプレなのかなってなる、なんだろうなっていうのになる。そう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 、逆にレイヤーさんで、はい、あのハロウィンにのかハロウィンの、はい、例えば、まあ、渋谷じゃないですけど、あ、うんうんうん、まあ、例えで言いますと、まあ、渋谷とかに行く子っているの、うん、あ、それはいるんじゃないですか。あ、そうなんだ。そう、まあ、本人がどうやって自分の中で分けてるかによる。レイヤーさんだけど、うんうん、こう渋谷のハロウィンとかみたいな、うんうん、ああいうみんなでワイワイするイベントに行く人もいるし、うんうん、ただコスプレイベントで、あのみんなで仮装してワイワイみたいなテンションの人はあんまりいなくて、うん、なるほどね。そうそうそう、結構パフォーマーっていう意識が結構レイヤーさんにはあるのかな。まあ、なんかクオリティ求めるって意味では、そうだよね、そういう言い方しても当たり障りないんじゃないですかね、うん、なるほど、うん、でこうカメラマンさんこう、はい、並ぶじゃない、並ぶね、しおりちゃんもね、はい、あのこう列ができるわけじゃない、はい、たくさんのこうカメラマンさん待ってる時の一、はい、人のカメラマンさんのその、まあ、所要時間ってどれぐらいなの。はいはいはい、いや、なんかどれぐらいってわからないんだけど、うん、例えばでも5分の人もいるし、はいはい、ほんと 1,2 枚撮って去る人もいる。まあ、それ決まってないの。決まってない、決まってない。そうなんだ。あ、なんか本当に人数長蛇の列とかだと1人5枚までとか、タイマーレイヤーさんで用意して1人3分持ち時間でお願いしますって人もいるけど、決まってないから、うんうんうん、大体は大多数は決まってないから、うん、そうなんだね。カメラマンさんが満足したら終わるんじゃないですかね。はー、なるほど、うん、おー、で、はい、ある程度ね、撮影したら、そうそうして、まあ、休憩と場所移動があるわけですよ、うんうんうん、まあ、それってその、はい、まあ、時間配分、その休憩とか、はい、その場所移動っていうのは、はい、レイヤーさんごとには違う、うん、てかあの別に何だろうなんか仕事でしてるわけじゃなくて趣味だから、あくまで、はい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 、うん、タイムテーブルとかがあるわけでもないから、そう、まあ自分で疲れたなって思ったら休憩するし、しばらく撮影したくない、うん、撮影に体力費やしたくない気分だなって思ったら全然
休憩するし、うん、まあロケーション変えたいなって思ったら移動しますよ、うんうん、これ結構自由です。あそうじゃあその並んでる場合、はい、その列がね、うん、そうその時にちょっと休憩したいなって時やっぱあると思うんだけど、はい、あるそういう時ってどうするの？なんか列の最後尾の人に、はい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 、すいませんもう次並ばないように列切ってもらえませんかってお願いする。そうじゃないと、うん、自分は撮影に一生懸命じゃん。だからなんだろう列が増えてくのに、そうだよね、分かんない、そう聞い取られちゃえないから、うんうん、最後の人にごめんなさいもうここであなた撮影者あなたで最後にしたいので、うんうん、この後並ぶ人にはお断りしてもらえませんかって、うん声かけをね、そうお頼みするお頼みする、うん、頼むんだけど、うん、そうでもそれも結構暗黙の了解だからそういうの心よくみんなカメラマンさんは引き受けてくれますね。わかりましたって言って。あ、そう。そう。ただなんか困るのがこうその最後の一人になった時に、うん、もう最後の一人のカメラマン撮ってるわけじゃん。はいはいはい、そうそうだから列次できてるの確認できないじゃん。あだからその間にまた列でき始めるっていうのも結構あるある。あーみたいな切ってたんだけどなみたいな。私はそこでごめんなさいってそうここで切ってるんでって言うけど、まあ、それは結構あるあるですね。そうなんだね。そう列切りした人がもう撮影しちゃってるから止める人いないみたいな。あで移動場所っていうのは、はい、基本こうレイヤーさんがやっぱり決めるの？うん決める。そうだよね、うん、まあ、ただなんかもうちょっとこっち寄ってもらえませんかとかカメラマンさんに細かい指示されることはあるけど、根本的にあじゃあ今日ここら辺で撮影してもらおうかなっていうのはだいたい自分で決める。あそうなんだ、うん、なんか主導権、うん、やっぱどっちかっていうとレイヤーさん側にあるかなって感じ、ね、そうそうそう、うん、撮影中は、はい、例えばなんだろうなカメラの性能でいうこう、はい、連写っていう、はいはい、パシャパシャパシャ、そう、いる？いや、コスプレの撮影って連写はねそんなにいないです。もうやっぱ一枚一枚連写しても意味ない。そうだよね、全部同じ顔っていうか、そうそうそう表情になっちゃうもんね。そうなんかあとストロボっていうライトの機材も使ってる人も多いから連写すると光追いつかないし、まあ、やっぱ一枚一枚構図決めて、ポーズと表情決め固めてから撮るって人多いから連写はねあんまり意味がないし、記念撮影としては意味があると思うんだけど、まあ、こっちもポーズ決めてるわけだから連写してもあんまり意味ないからほとんどいないし、そうカメラマンさんとの話すこともそんなにない。あそうなんだ、うん、まあなんか撮影に夢中だから、あ、うんうん、雑談してくれる人もいるけど、うんうん、人それぞれって感じ。人それぞれだし撮影ポーズ決めてる最中に喋ってるとさ、うん、表情が固められない、あ喋ってる途中の口になっちゃうから、うんうんうん、確かに確かに合間合間にポーズ変えてる合間に、うん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 、一言二言言葉交わすぐらいですよ。結構こうなんかキャラ そのなんかポーズしてみたいなのって多いのか、はいはい、全然あるなんかあるあるあるこういう格好してみたいな、アイドルキャラだったらアイドルっぽいポーズとか、うんうんうん、こうセクシーなキャラだったら、まあ、座りでちょっとなんかエロめのセクシーな、なるほどなるほど、はい、雰囲気のポーズを要求されたりとかする、うん、ただなんか断る権利もあるから、はい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 、座りでいいですかって言われても、うん、あごめんなさいちょっとこの衣装膝つけないので座りはできませんとか、できないことはちゃんとできないって言いますよ、うんうんうん、みんなやっぱここもレイヤーさんがこう優先っていうか、うん、主導権、うん、だって自分の持ち物着てるわけじゃん、ね、汚れちゃうのが嫌だもんね。そうそうそう汚れちゃうんですよ。あと膝ね当たるとね結構床って硬いから痛いから嫌がる人も多いと。外とかはねそう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 、ね、確かにそう。でもなんか外で座り求められちゃって、うん、それ一回答えちゃうと後ろにいる人もやっていいんだって思っちゃって、ね、座り続けるとかある、うん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 、あちょっと座るつもり座るだけのつもりだったのにこんな座らないとダメかなみたいな、ね、全然ありますよ。こういっぱいこう撮影していくわけじゃない、はい、その撮影したの写真、はい、っていうのは、はい、こう例えばどこう送られてなんか今やっぱコミュニケーションツールとしてツイッターがまあ主になってるから、ツイッターアカウント教え合って、うんうん、そのダイレクトメールとかで URL 送られます。はい、そういう交換の仕方が主流ですね。昔はコスプレイヤー の、うん、コミュニティサイトあったけど今はほとんどツイッターが、うん、ツイッターが主になってますね。なるほどね。そう、まあ、そこまでがこうイベントの終わりまで、うんうん、帰るまでが遠足です的な写
真送られてくるまでがイベントの一連の流れかなって感じです。ありがとうございます。ということで今回はね、はい、本番ということで、はい、だいたい話たくさん話させ、はい、させていただきました、ね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、では、以上しおりのレイヤーあるあるのコーナーでした。皆さんもなんとエンディングに近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ皆様いかがだったでしょうか。今回は時間の、都合でロード2ブルガリアのコーナーはお休みでした。残念ですね。私は何気に結構楽しみにした、うん、次回はねぜひブルガリアについて進めていかないと、はい、そうですね、ロード2ブルガリア、ブルガリアへの道に間に合わなくなっちゃいますからね。すごい、そう、気が伝わってきます。そう、道が道を開くためにも、はい、次回はロードツーブルガリア、はい、やりましょう。はい、はい、そして先ほど申し上げました通り、この番組はラジオでお聞きいただいている他に、番組終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップしていただいておりますので、リアルドライ動画で検索していただきますと過去のすべての放送回がご覧いただけますので、ぜひ一度ご覧いただければなと思います。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。